はい、えー、こんにちは。えっ、ー、と、司法試験のガイダンスで、えっ、ー、と、ガイダンスのタイトルはですね。来年の担当論文合格に向けて、合格スケジュールを伝授しますと、いうタイトルで、えっ、ー、と、ガイダンスを始めます。担当講師のソリマチです、よろしくお願いします。で、えっ、ー、と、お手元にですね、今日、えっ、ー、と、レジュメを配布してますので、えっ、ー、と、資料をまず確認していただきたいんですけれども。 えっとガイダンスタイトルが書いてある冊子でレジュメを一冊お渡ししてますので、えっとこれに基づいて今日お話ししていこうと思います。で、えっと今日お話しする内容としてはですね。えー、まあ、合格スケジュール伝授します。ってなってるんですけれども、えー、まあ、来年、えー 担当合格論文合格両方ですね、えー、来年の試験で合格するということを目標に、現時点からまあどのような学習計画を立てて、あるいはどのような学習、意識どのような点を意識して学習していけばよいかというところを少しお話ししようと思います。で、1、えー、つ今日皆さんにお伝えした,したいテーマが、えー、とレジュメ、早速 <laughs> 開いていただいて。 1>, 1ページ目からですけれども、えー「判例の射程を意識した論文担当同時並行対策の重要性と」と、えーまあ、一応です、ね、こういうタイトルで今回レジュメを作りましたで、えー、このガイダンスのタイトルがです、ね、担当論文合格に向けてですから、えー、両方を来年合格するんだと。 でこの担当の対策と論文の対策、まあ、もちろん細かいところでは色々と違っ、いろいろと対策としてはあの違った、ね、対策が必要なところはもちろんあるんですけれども、今、現時点で <laughs>、えー、両方とも合格することを目標として、現時点で意識する学習っていうのは、この同時並行対策というふうに書きましたけれども。 論文の対策とです、ね、担当の対策が重なっている部分、重なり合っている部分、ここをです、ね、意識的に今の現時点での学習というのは、意識的にいい学習を進めていくということが重要であり、最も効率的であると、でそこから先はです、ねまあ、論文は論文プロパーの,の論文の書き方について。 のテクニックのような部分だとか担当については担当プロパーのも担当でしか聞かれない知識問題細かい知識問題もうこれは直前に覚えるしかないっていうような、ね、話だとかそこから先の話は分岐するんですけれども各科目大元にある知識理解っていうのは、えー、担当対策も論文対策も共通しているはずなんですね。 で、その部分をまずはしっかりと。で、キーワードはこの判例の射程を意識した後。判例を学習、判例学習をするときに、ここを判例の射程を意識した学習ができていると、論文対策、担当対策、両方に兼ねられますよと、えー、いうことをですね、今日ちょっとここで皆さんにお伝えしたいと。はい。で、まあちょっと前置き長くなりましたけれども、一つ因果関係、特に行為後の介在事情と、 まあこれ刑法ですけれども、えー、そういうテーマの論点について少し見ていこうと思いますで、えー、この中身の解説を、ね、このガイダンスでするんですけれども皆さんにちょっとこのガイダンスで感じ取っていただきたいのは、えー、その論点に対する理解そのものというよりはですね,、えー、このねある論点を学習するときにもちろん皆さんは判例を学習するんだけれどもその判例を読むときにどういう意識で読めばいいのかと。でえー どういうような意識でその判例を学習しておけば、それが実際に論文の試験、あるいは担当の試験に、どのように活かされて反映されていくのかと、そこをですね、ちょっと今日このね、ガイダンスの中で皆さんに体験していただこうというふうに思って、このレジュメを作っています。 でまあ、いきなり論点の解説からバッて入ってるレジュメなんですけれども、えー、まあ因果関係と刑法の因果関係とこういう論点を一つ例に見ていこうと思いますけれども、えー、判例はねそこに書いてあるようにかつて えー、予見可能性とか、ねえー、この経験的通常性を基準に因果関係の有無を検討するという相当因果関係説という、ねえー、考え方が主流だったでしかし近似の判例は、えー、危険の現実化っていうところに着目して、まあ、いわゆる客観的貴族論というふうに言われてますけれども、えー、こういった考え方に立っているというふうに評価されているところです。 はいでまあ、かつて、えー、従来古い判例で,です、ねえー、判例の中に、例えばね、えー、そこに米兵ひき逃げ事件とありますけれども、予見可能性とか経験的通常性っていうね、こういう観点で因果関係を判断した判例がありましたというのが書いてあります。うのが書いてあります。で、皆さんに今日参考判例をつけてあるんですけれども、これらの判例を読むときの、だから、えー、意識すべき点ということ。 が重要ですけど、えっと三ページですかね。とまず弁兵引き逃げ事件が出てます。で、えー、やはりこのねちょっと安定しないですね。はいこのけ 経験上普通予想し得られるところではなくとか経験上当然予想し得られるところであるとは到底言えないとかその相当因果関係説がかつて言っていたそのお予見可能性だとかっていうねそういう視点で判断した判例なんだというふうに整理してそこで終わっちゃうと。 こういうことがね、えー、まあこの判例を表面的に字面だけ応答するとそこで学習が終わっちゃうんですけれどもポイントはやはりここをちゃんと把握読み取っておくことだったというふうに思うんですね、えー、死因となった障害がね、えー、実行行為なのか介在事情なのかどちらによって生じたものなのかが確定しがたいと、えー、すなわち簡単に言うと、えー、死因がね 実行行為によって形成されたのか、介在事情によって形成されたのか、証明できなかった、そういう事案だったんですね。で、この判例の特徴は実はここにあって、事案の特性はここにあって、ここをちゃんと捕まえておけるかどうか、えー、これが判例の射程を意識した判例学習ということにつながってきますけれども、はい、で、まあ、ちょっとこれ、判例はこういうふうに押さえておきましょう。で、えー、戻りますね。1ページ。 でまあ、かつては、ね、こういうふうに、えー、予見可能性みたいなことに言及した判例があったということなんだけれども、えー、最近の判例はです、ねえー、もう一貫して、えー、この予見可能性だとか、えー、予測可能性だとか、そういう言葉はもは一切使わなくなって、ね、危険が現実化した、こういう言葉をもを最高裁としても使うようになってきています。 はい、でそこで、行、ま、為、あ、うう後の介在事情が問題となった事案で、判例がどういうふうな判断をしていったかっていうのを見ていこうと、で判例の累計化というのが2番ですけれども、ちょっと画面が安定しないですね。少々待ちくる はい。で、ここから少し判例を類型化していくと。で、えっ、ー、と、今日のテーマは射程を意識する。だから、その事案の特徴をね、一個一個捕まえていくっていうことを意識しながら見ていきますけれども、まず第一の類型は、海外事情が結果発生の重大な原因となったと、えー。海在事情の結果発生への寄与度が大きいが、えー、実行行為が海在事情を誘発した。えー、海在事情が実行行為に起因する。 まあそういうふうに判断される場合これが一つ目の類型だというふうに言われているでこの類型の視点この類型分けの視点から判例をちょっとまた見ていきます3ページ再び判例のところ戻ってきますけれどもまあいずれの判例も刑法をね 学習する一番最初にもう入門講座で一番最初にやる判例ですけれども、えー、今日はその,、ね、だからその判例の射程という観点からもう少し突っ込んで整理をしていこうと思いますけれどもこの、ねえー、例えば平成16年10月19日、まあ、これ誘発型というふうにこう書きましたけれども、えー、少なからぬ他人の行動等が介在して発生した、まあ、結果は。あー その、ね、介在事情によって発生したものだと、えー、いうことなんですけれどもそれらは被告人の過失行為およびこれと密接に関連してなされた一連の暴行に誘発されたとはと、い、こういう認定をしています。えー、実行行為後に何かこう介在事情があって ね、その介在事情によって結果が発生したと言える事案でもその介在事情を実行行為が誘発したと言えるんだったらあ因果関係があるんだよとこのタイプの、えー、判断をするじ、えー、判例っていうのは、えー、このほかにもいくつかあってね、えー、例えば次のページですけれども、えーまあ、夜間潜水事件というふうに言われている。 平成4年12月17日の判例ですで。これも同じなんですよね、えー、結局その、まあ、ダイビングの、ね、インストラクターが受講生を見失っちゃったってこの過失行為、ただその後、ね、その受講生らもこう動き回ったりしてこう不適切な、ねえー、行動を取ってしまって、海の中で、でそれで結果として、えー、空気を使い果たして窒息死と。 ということになったわけだけれども、ね、その、えー、被告人の過失行為の後に、ねえー、指導補助者および被害者に適切を書く行動があったことは否定できないだから、まあこのねえー、被害者側がそういう動きをしてしまったことが原因で、えーまあ、こういうい死亡事故発生してしまったことは否定できないだけれどもそれは被告人の右行為から誘発されていると。でこの誘発された っていう、ねえー、表現はいくつかのまあバリエーションがあって結局同じことを言ってるんだけれどもその次の判例、平成15年、えー、これもです、ねえー、マンションの居室内で、まあ必要にこう被害者に暴行を加えて、ね、極めて激しい暴行を繰り返しとかっていうふうに認定されてますよね。で被害者がマンションの一室から逃げ出してでその逃走を図る過程で高速道路に侵入していってしまっ 高速道路に入っていって、えー、結局その、まああ、事故で、ねえー、自動車に衝突されて死亡してしまったとこういう事案ですけれどもやはりです、ね、高速道路に入っていかなければこんな事故で死亡結果が発生するということもなかったわけでまさ、えー、しくその、ね、高速道路に入っていってしまったとっいう被害者側の行為というのが引き金で結果が発生しているということは間違いないんだけれども。 だけれども結局、ね、その被害者が高速道路に侵入して死亡して、まあ、まさにこれが海在事情ですよね高速道路に入っていってしまうこういうふうになったのは結局被告人らの暴行に起因すると、えー、誘発されたっていうのと同じことを言ってます、えー、起因するっていう表現になってますけれども、はい、だから、この海在事情を実行行為が。 ねえー、誘発したとか、ねえー、起因するとかこういうふうに言えたら因果関係が認められるっていう形で累計、えー、化できる事案、えー、最後もう1個ありますね。はい、これもあの飛行機のニアミス事故です、ね、の事案で、ねえーまあ、この黄色で塗りつぶしているところが滞、ねえー、在事情ですけれども。 907便の C 機長が上昇 RA に従うことなく降下操作を継続したという事情がかし今回はニアミスの事故が起きたのは、ねえー、ちゃんと指示に従わないで機長がその降下するっていう操作を続けちゃったからだと、はい、その事情によってこういう事故が起きたんだということなんですけどしかし、ね、こう降下操作を継続したのは異常な操作とは言えないむしろ同機長が 効果操作を継続したのは被告人 A から本件効果指示を受けたこと、まあ、これが実行行為ですけれどもこの実行行為に大きく影響されたと言っているんですね。大きく影響されたものであると。これもだから誘発されたとか先ほどの起因するという表現の言い換えですよね実行行為に大きく影響されてそういう、ねえー、介在事情が発生しているんだと。 でこの事案はだから最高裁として初めてこの言葉を使ったんですけれども危険が現実か危険性が現実か、はいえー、異常ではないんだと、えー、異常っていう言葉の使い方も、ね、一つポイント異常ではないんだと。異常な介在事情ではないんだと。大きく実行行為に影響されているからそういう介在事情から結果が発生したんだったら危険性が現実化したと言えるんだと。 はい。でこれがあの判例の射程を考える上で一つ目の類型化になるわけです。一、えー、ページに戻ります。えー、今見たような判例はここですね。えー、すなわちのと後から。 読んでいきますけど判例は行為後に第三者の行為などが介在しそれによって結果が発生したっていうような場合であっても実行行為の重大な危険性を前提として実行行為によって介在事情がもたらされた,もた,らされたというふうに言える。 まあこれを判例は誘発とか起因とか大きく影響とかもこういう言葉を使ってましたが、これを認定した上で因果関係を肯定するっていう判断手法を採用している、まあこれを誘発型と一応名付けておきます。はい。で、今この判例をグループ分けしてこういうふうに類型化したっていうことですね。で、そことの比較でまた別のグループをこう見ていくと。そういう学習です。 で次が直接原因型というふうに名付けましたけれどもじゃ次のグループはどういうグループだろうかと、えー、第2の類型は、えー、実行行為とは無関係な事情が介在して結果が発生した場合、えー、すなわち介在事情の異常性が大きい、えー、ところが実行行為自体の有する結果発生に対する危険性が大きい、えー、実行行為が結果発生の直接的な原因だと判断される場合 そういう類型が第2の類型と、はい。で、この類型はまたあと判例をこう見ていきますけれども、5ページ、先ほどの続き、大阪難航事件、これも非常に有名な事案ですね、ただ、これを漫、ね、然と読むだけだと、やはりその判例の認定の仕方っていうところがきちんと抑えられない。 えどこにポイントがあるのかっていうことを把握する必要がある。というのは結局これ因果関係が認められる理由っていうのをほとんど書いてないわけですよね。えー、この直接原因型の場合、えー、そうだし、えー、その後次もう1個この危険状況喪失型ってその後もう1個3つ目の類型もやりますけどこう判例が因果関係認定するときにほとんど理由を書いてないときがあるんですねで。なんで理由書いてないのに因果関係認められるんだろうっていうことをきちんとです、ね、読み取っとかなきゃいけないってことなんです。 はい。で、これは、まあ、事案はね、えー、有名な事案ですけれども、まあ、被告人が暴行をした後に、えー、そのままね、えー、その場に被害者を放置して立ち去った後、何者かがまた暴行を加えた可能性があると。えー、その第三者が核材でね、何者かによって核材でその頭部を数回殴打された可能性があると。えー、だから被告人の暴行の後に、第三者の暴行が、 えー、介在しているとでそういう事案なんですね。でところがその,暴行その暴行というのはこの第三者の暴行、介在事情ですね、えーまあ、先ほどまで黄色でマーカー介在事情で引いてましたけれども、えー、ここですね、何者かによって角材で、えー、頭頂部を数回オーダーされているこれが介在事情ですけどこれは。 すでに発生した内因性高血圧性脳出血を拡大させ幾分化式を早める影響を与えただけなんだすなわち犯人の暴行により被害者の死因となった障害が形成されているんだ。 結果が発生したのであってね介在事情はそこまで大きな影響を与えてないとそういう評価をしているわけですよね次の事案も同じですこれも被告人らの暴行により、ね、すごい大けがを負ったと ただ、その後ですね、えー、被害者自身が入院した先で医師の指示に従わず安静に努めなかった結局、えー、こう不適切なやっぱり行動をとったということで治療の効果が上がらなかった、まあ、これが介在事情ただ、この介在事情の影響はやっぱりこの判例もね、治療の効果が上がらなかった程度であってもともとの暴行で死因が形成されている以上は因果関係があると。 そういういいに判断しているんですね、はい。だから判例が因果関係を肯定する2番目のグループっていうのがこれです。えー、レジュメの 2, 2ページへ戻りますけれども。 今見た判例6とか7がですね一見すると行後の介在事情について特段検討を経ることなくまあ予見可能性とか誘発とかそういうことを全然検討せずにですね因果関係を肯定しているように見えるが判例がこういう判断をするのは実はねどういう事案だったかというと実行行為がそのまま結果発生につながっている場合っていうことですね直接的な原因を与えたと言える場合端的に言えば 実行行為により死因が形成されていた場合ということになるんですね。はいまあ、これを直接原因型というふうにネーミングしましたけれども、はい、ただです、ね、ちょっと注意点です、もっともっていうところ。 とりわけ死亡結果との因果関係について判例がこのように介在事情の属性を射称して判断するのはあくまでその介在事情によって死因が変更されていない場合だよと、ここが判例の射程を考える上ではとても重要な指摘になってきます。いいですかね。この事案の特徴を捕まえていくっていう学習です。 介在事情があったんだけど別に死因は変わってもともとの実行行為で形成された死因によって死亡しているそういう事案に限られているっていう点です、はい、ここの射程を勘違いしてしまうと、えー、試験問題について適切な判定判断ができなくなっていくといいですかねすなわちその介在事情によって別の死因による死がもたらされているのであれば たとえどれほど実行行為の危険性が大きい場合であっても、え、仮に介在事情がなくても実行行為によって確実に死亡したというふうに言える場合であっても、直接原因型の類型には当たり、当てはまらないと。はい、ここを押さえていくことが重要です。この類型において判例が因果関係を肯定する場合、必ずその判断の前提には、介在事情が結果に与えた影響、寄与度が小さいという評価があるのです。 っていうことね介在事情の機能度が小さい死因が変更されてないと逆に言うとこの評価の仕方で因果関係を肯定できるのはそういう事案だけ死因が変わってない事案だけっていうことです死因が変わってるのに介在事情によって全然別のね、えー、死因による死亡結果が発生してるのに、ねえー、幾分か式期を早める影響を与えたにすぎないとかね死期、えー、が早められただけだとかそういう評価をするのは誤りっていうことねはい でえー、今、2つの類型をちょっとここでまとめておきますけれども、えー、危険の現実化の2つの類型誘発型っていうのと直接原因型と判例を今、類型分けしたんですね。 でこの一つ目の誘発型というのは先ほども言ったように介在事情によってて死亡結果がもたらされているとそういう意味では、起応度が非常に大きい介在事情だというものが介在して結果が発生した場合にだけど、その介在事情は実行行為が誘発したよとか、ね、実行行為に起因するよとか実行行為に大きく影響を受けているよって言えれば介在事情を経由して結果までつながるじゃないか。 っていうことで危険が現実化したというふうに評価するのがこれですまあ、器用度は大きいけど異常性は小さいとまあ、そんな評価をするんですね海在事情について実行行為によって誘発されているような海在事情は異常な海在事情とは言えないっていうふうに判例は言ってましたね他方直接原因型の方ですけれどもこれは 介在事情は別に実行行為とは無関係に発生しているからその意味では異常性は大きいわけですよね。実行行為によって誘発された介在事情ではないです第三者が無関係な第三者が、ね、その後暴行を加えてきたとかそういう事情だから実行行為によっても,もたらされてるわけではない。ところがこの介在事情はもともと実行行為が形成したねこの死因を形成した その死因を変更するような影響力までは与えていないってことですだから死期を早めるる。影響に過ぎない。い実行行為の方が死因形成しているだからこんな介在事情はですね結局、まあ、確かに異常性は大きいんだけど起用度が低いと、まあ、そういうふうに見ることになるわけです。 はい、で一応です、ねまあ、この2つの類型をきちんと押さえておくということで、えー、過去問が検討できるということをちょ、ちょっとこの後検証したいので、一旦ここで止めておきます、あの解説はね、中身の解説は。えー、ともう1個、この危険状況喪失型っていうのがあります、でレジュメにはその説明は書いておきました。 ので、えっ、ー、と、論点の中身をもう少し進んで勉強したいという方はですね、えー、このレジュメ使っていただいて、もう一個の判例、この危険状況喪失型っていうね、2ページ。ここも学習しておくといいと思いますけど、まあこれは一個この発展型といいますか、もう一歩先のね、累計です。ので、まず基本はこの2つ。今見た誘発型と直接原因型。はい。で、そこでですね、 一応、判例の整理ということでこうやって見てきたところで、よいしょ、論述上の注意点というところに進もうと思いますけれども、3番。 こうやって判例を類型化して整理しておくとあの試験対策として有効になってきますとでただ、その場合にね、えー、その判例の射程をきちんとね、事案の特徴をきちんと把握しておくっていうことが重要なんですよと、えー、いうことちょっと見ていきましょう、えー、行為後の介在事情が問題となっている事案については一応、ね、この3つ、まあ、危険状況喪失型という3つ目まで含めて一応3つの類型に整理します。と。 論文の試験問題で、まず留意すべきことは必ず、開催事情を評価するっていう姿勢です。実行行為の危険性のみを指摘して、開催事情を無視する論述。先ほどちょっと指摘しましたけど、実行行為によって確実に死亡した。 って言える場合はこれはもう、介在事情がなくても死亡結果必ず発生したんだからもうこれは因果関係認められるでしょうって、まあ、こういう趣旨の論述をよく、ね、受験生の答案で見かけるんですけどこれは結局のところ、えー、実行行為の危険性のみで因果関係を肯定する行為が危険だから因果関係ありと言ってるだけになっちゃうっていうことね実行行為性が認められるから因果関係が認められるってそういう話になっちゃう、えー、このように介在事情を射消してね 何ら検討評価を加えないっていう、この評価の仕方、この論述の仕方は適切ではない。これは司法試験の採点実感で、こういうふうに指摘されていました。因果関係の有無を判断するにあたって、危険の現実化という要素を考慮するという見解を示しているものの、その当てはめにおいて、危険と結果のいずれについても具体的に捉えていない答案と。 はい、ここで指摘されているのはまさしく結局ね、経済事情によって死因が変更されている点を無視したかのような論述を展開した答案だというふうに思われます。ね、危険と結果を具体的に捉えると、ね、実行行為が持っている危険性と現実に発生した結果というのが食い違っている死因が違っているというときにね、そこを無視しちゃうと間違った答案になっちゃう。 はい、でそこでじゃあ問題はどういう視点から開催事情を評価するのかっていうところですけど、えー、今の採点実感が述べている次3ページですね。えー、危険と 結果を具体的に捉えるというのはすなわち実行行為の有する危険性の内容そして結果発生をもたらした原因事情、まあ、端的に言うと死因は実行行為と開催事情はどっちなのかってことですよねそこについて具体的に特定するそういう意味です危険と結果を具体的に捉えることができればまず開催事情の結果発生への寄与度を評価することができるでしょうと。 この段階の判断で、寄与度が小さいというふうに判断できれば、すなわち、ねえー、介在事情は大して影響力を与えてなくて、実行行為の方が結果を弱視する直接的な原因だったって、まあ、こういうふうに言えるのであれば、これは直接原因型。はい、先ほどの図で言うと、ね、介在事情は大して影響を与えてない、こっちが直接原因だと。 言えるのであればこの段階で因果関係が肯定できる。はい、これに対して、機能度が大きい場合ですね、介在事情によって死因が変更されている、あるいは介在事情が結果発生の決定的な原因だ、そういう介在事情が発生している場合ですね、この場合は直接原因型という分析はできないわけだから、次に、 何を考えるかというと実行行為が開催事情に与えた影響実行行為と開催事情の関連性、まあ、ここを検討評価することになります、まあ、この評価視点のことを開催事情の異常性というふうに評価する、えー、表現することがあります先ほどの判例も開、ね、催、えー、事情は異常とは言えないという言い方を使ってましたねこの異常という言葉 この段階の判断で実行行為によって誘発された、あるいは実行行為に起因して、あるいは大きく影響を受けて、開催事情がもたらされた、えー、言い方を変えると別の表現で言うと、異常性は低いと評価できるのであれば、誘発型として因果関係が肯定できる。いいですよね。確かに開催事情は、 結果発生に決定的な原因を与えてるぞと言える事案であってもこの介在事情が実行行為に誘発された起因するあるいは大きく影響を受けていると言えるのであればこの介在事情は異常な事情とは言えないんだと異常性は低いんだと異常性が低いのであれば因果関係が肯定できるんだとはいこの今2段階で、えー、介在事情を見ていきましたまずは気揚度という観点から 機能度が低いんだったらその段階で因果関係が認められる機能度が大きい死因が変更されてる決定的な原因になっちゃってる開催事情がっていうんだったら異常性を今度見ていく実行行為と、ねえー、その開催事情との間につながりがあるか関連性があるか誘発されているかここを見ていくとこの思考過程ですね。これれでで検討できれば えー、試験問題を全て検討しきることができるだろうと、まあ、もう1個ね、えー、ここまで来てもなお、えー、まだ、えーまあ、要するに異常性も大きいし機与度も大きいなって言える介在事情についてなおこの最後の、ねえー、危険状況喪失型としての、えー、分析っていうのが一応ありますけどこれはちょっと応用発展の話なので今日のガイダンスでは一応のぞいておきます。まずは今言って えー、基本の2つのつでその類型に従って判断をしていく際の思考過程というかステップですねはいそこを今説明してみましたでこれは全て判例の分析から来ていますさあ、えー、ということでですねまあ,あの今日このガイダンスではあの一応ですね えー、一通り刑法の基本的な学習っていうのを、ねえー、終えている受験生がじゃあそのね担当論文来年の試験で、えー、両方とも合格するために今現時点でどういうような学習を意識していけばいいかという視点からお話をしていますけれども。 ねえー、例えば入門講座とかでね、えー、因果関係の話自体は、ねえー、いろいろな学説だとか、えー、判例だとかっていうことはあ勉強したと思いますけど、えー、こういうふうに事案の特徴を捉えて、類型化して整理しておくっていうことがですね、えー、ここから先のその論文対策、担当対策に、えー、直接つながっていくぞというのを、えー、ここから先後半でちょっと検証したいと思います。ここから先はですね、えー、もう論点の解説はこれでおしまいなので、えー、と実際の過去問ですね。これを見て 見てみようと思いますで最終的には結局この過去問にアプローチができるかどうかっていうところなわけですので、えー、今日のねこのガイダンスでも少し一つね、えー、皆さんに体験してもらって検証してもらいたいと思いますでまず論文の方から見ていきましょう、えー、と6ページですね今日のレジュメ はい、これは平成26年ののの司法試験の実際の過去問ですこれが論文の試験問題です。えですからこの問題この事案を、ね、適切に分析できるっていうことが、まあ、我々の、まあ、目的地というか到達点ですねゴールになるわけですけれども、えー、そのゴール地点との関係で今見たような判例の学習っていうのがどのように生かされるか、ね、そしてそういう学習をすることによってこういう実際の試験問題に対して、ね え、どのようにアプローチできるかって、その辺を体験してほしいという趣旨で、ここに掲載しています。で、まあちょっと時間の関係でですね、こう問題文をずっと読んでる時間は、えー、なかなかないわけですけど、ポイントだけね、この事案どういう事案だったかと。ポイントだけ言うと、えー、この縦3のところの事情、ここにちょっとチェック、マーカー引いてます。これ簡単に言うと、まあこうがですね、A に対して、まあ A はこうの赤ちゃんです。子供です。 でまあ、幼い、まだ幼児、えー、あ幼児だ、乳児ですね、えー。生まれたばかりの乳児ですね。でえー、生後4か月だったかな、えー。ミルクを飲まないと、もちろん、ねえー、生きていけないという、ねえー、乳児。で、その子がです、ね、A に授乳をしなければ数日で死亡するだろうと考えて、7月1日朝の授乳を最後に、 A に授乳や水分補給、まあ、授乳等を一切しなくなったと、はい、こういうことをしたっていう事案でしたまあね、これ結局。 えーまあ、一通り刑法を学習したことがある人であればまずピンとくるんだけど一切しなくなっただから、ね、授乳をやめたと授乳をしなくなったっていうことだから、ね、これがまず実行行為って言えるんだろうかというね、えー、刑法の論点でいうと不作違反というねそういう問題がまずねその実行行為と言えるんだろうかという問題がまずあるなっていうことは 気づくかなといいう,うに思いますただ、えー、と今日はちょっとねその不作為反の問題は、ねえー、論点解説も判例の整理もしてないので、えー、今日のポイントはここではなくてとりあえずまずこういう実行行為があったぞということを前提に因果関係の問題にクローズアップしたいんだけれどもそうするとですね事例を読み進めていくと授乳しなくなって、まあ、そのままどん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 ね赤ちゃん A がね、えー、衰弱していくわけですよ。 そのまま放っておいたら死亡しちゃうっていうねそういう危険な状況にどん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 陥っていってるという状況がある中でその後ですねこういう事情オツがですねオツは今これ別居中の夫です別居中の夫で、ね、オツがコウの家にコ、ね、ウが留守の隙を見計らってこうですねオツはコウらが外出している隙に ね、無断で江、えー、の家に入って,入ってきて、ねえー、A を連れ去ろうと考え、持っていた合鍵を使い、玄関のドアを開けて江方に立ち入り、A を抱きかかえて江方から連れ去ったと。えー、まあ、A は江から授乳してもらえずに、どん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 弱っていたで、ほっとくとそのまま死んでしまうという状況になっていた。ところが、乙が家に入ってきて江を連れ去ったっていうんですよ。で連れ去っったたととところどうなったかというなかい えー、オツがですね連れ去った先で、ねえー、タクシーの運転手が脇見をしてオツに気づくのが遅れ直前で無理に停車しようとしてハンドル及びブレーキ操作を誤りそのため同タクシーは歩道に乗り上げ A を抱いていたオツに衝突してオツと A を路上に転倒させた交通事故を起こしちゃったということですね連れ去ったらそして A の死因はとここが重要ですね先ほど判例がね えー、介在事情を評価する時の視点としてこの事情非常に重要だったよねだからここもきちんと見ておく必要がある A の死因はタクシーに衝突されたことで生じた脳挫傷だったんです他方で A の衰弱は深刻なものこの衰弱はもちろんねそのミルク与えてもらえなくて衰弱していたってその衰弱ですね 仮にオツが事故に遭うことなくタクシーで A を病院に連れて行き A に適切な治療を受けさせたとしても A が助かる可能性はなく1日ないし2日後には衰弱により確実に死亡していたと。はい。だから実行行為の危険っていうのはこういうものだったんでね衰弱により確実に死亡させる危険だったんだよね。ところが具体的な現実に発生した 結果、これは、これね、こっちなんですよ。タクシーに衝突されたことで生じた脳挫傷。え、先ほどさ、出題趣旨を、えー、出題趣旨の採点実感か。採点実感で、ね、危険と結果いずれについても、具体的に捉えていない答案があった。っていうふうに指摘されていましたね。二ページ。危険と結果を具体的に捉えていないと。 ここの部分ですよね、だから衰弱により確実に死亡していたこれが行為実行行為の危険の方です。タクシーに衝突されたことで生じた脳挫傷による死亡これが結果。 はい、具体的に捉えてくださいねさあじゃあこれで因果関係どうなんだっていうことを皆さんは判定するわけですさあ先ほどの思考手順 思考過程、因果関係の、まあ、行為後の介在事情がある場合の思考過程をここでちょっと試してみてくださいどういうふうに考えたらいいだろうかでしかもこれは実際の司法試験の過去問ですから先ほどの思考過程を用いてですねこの問題が適切に分析できればそれでいいわけそれで合格ということでこれがまさに目標なわけですけれどもさあどうでしょうか えー、8ページから検討というところを見てください。 はい。まずね、本問では、そもそも実行行為をね、どのような行為として考えるのかっていうことが問題となって、まあこれはね、不作為犯っていう問題がまずあるので、ここの検討ができないとまずはダメということだけれども、まあちょっと今日のね、ガイダンスのテーマではないので、ここの解説ははしょりますけれども、一応こうの実行行為をその授乳しなかったという不作為、ね。 え、作為義務違反。ま、授乳をするという義務に違反したと。はい。この実行行為であるというふうに認定することを前提として、じゃあ因果関係あるのかなっていうことを見てみましょうと。え、本問においては実行行為の後、まあ、二つ開在事情があるんだよね。オツが A を連れ去ったっていう開在事情と、タクシー運転手が過失で衝突事故を起こしたと二つ開在事情があります。で、結果として A が死亡している。 じゃあ、このね、授乳をしなかったっていう不作為と、え、A の死亡の結果との間に因果関係は認められるだろうかと。はい。で、え、また平成26年の出題趣旨を引用してあります。いいよね、先ほど危険と結果を具体的に捉えると。 いうことが指摘されてましたけれども出題趣旨でも書いてあるんでね実行行為によって脱水症状や体力消耗により死亡する危険はいこれが危険です衰弱死する危険ですよねそれに対して具体的な結果は何だったのかオツの声による連れ去る行為やタクシー運転手の過失による事故という事情が介在して脳座傷による死亡これが具体的な結果です はい、これを適切に分析して因果関係が認められるかを検討しなさいというのが出題趣旨でした、はい、でね、えーまあ、その検討を進めますけど以下公、えー、後の介在事情を評価して、ね、危険の現実化の有無を検討してみますとまず A の死亡結果を具体的に捉えると死因は何なのかとこれはタクシーに衝突されたことで生じた脳挫傷であると。 いうふうに特定されていた。はい、ここで注意すべきは、先ほど少し説明したときに言及しましたけど、問題文にこう書かれてるんだよね。他方で、A の衰弱は深刻なものであり、仮にオツが事故に遭うことなくタクシーで A を病院に連れて行き、A に適切な治療を受けさせたとしても、A が助かる可能性はなく、1日ないし2日後には衰弱により確実に死亡していた。 ことと。とがが判明したた問題文にこここうういうことが書い書てあったんですね。はい、でこの文章が書いてあったからこの年の受験生少なくない数の受験生が国交に引っ張られてあっってことは因果関係あるってことなんだっていうふうにやっちゃいました。 ね、この事実のみを捉えて、介在事情について例えば、A の死期を早めとに過ぎないでしょうと、でも,もう確実に死亡したって言えるんだから、ね、事故によって死んだって、もうそれは死期を早めただけでしょと、もともと死ぬことは確実だったんだから、こうやって評価しちゃったんですね。だから危険が現実化したと言えるんだとかって言って、因果関係を肯定してしまったと、はい、こういうふうに評価してしまうと、ね、どこが誤りですか まあ誤りと言うべきでしょうというふうに書きましたけどこれ結局ねなぜこういう答案を書いてしまうのかというとそれはやっぱり先ほど見た判例を学習するときに大阪難航事件を学習するときに式を早める影響を与えたってあの言葉字面だけ表面的に頭に入れていたからだと思うんですね。 確かに式を早めたっていうね、式を早めたに過ぎないともう実行行為によって確実に死んでいたと言えるんだったら。死式を早めたに過ぎない。まあ、そうやって頭の中でこう繋がって、こういう評価になったんだと思います。ただ、それだとやはり、ね、きちんと判例の射程が意識されていないと。いうことになってしまう。大阪難航事件と。ね、まあ、この問題の決定的な。違い、事案の違い。ね、それは。まさしく。 先ほど来から何度も言ってる死因が変わってるってことなんですよね。ほっといたら確実に死ぬんだけどその死亡っていうのは衰弱死なんですよ。ところが現実に発生した結果は脳挫傷による死亡なんですよね。死因変わってるんです。介在事情によっってて死,、えー、死因が変わってるそうであるのに、介在事情は A の死期を早めたにすぎないってこれはこの評価はやはり誤りと。 死因を変更するほどの影響力を持っちゃってる開催事情がね死,因め死期を早めたに過ぎないとね開催事情は大した影響がなかったんだってそういうふうに評価するのはやはり大阪難航事件の射程がきちんと理解されていない捉えられていないっていうことになるんだと思います。はい このような論述はまさしく採点実感が指摘している危険と結果いずれについても具体的に捉えていない答案ということになるんでしょう。項が A に授乳等をしなかったという実行行為、そしてこれに引き続いて A を病院に連れて行かずに適切な治療を受けさせなかったという,もう一連の項の行為。 これは確かに A を確実に死亡させるほどの危険なものだった故に殺人罪の実行行為性が肯定されると、ねまあ、危険じゃなかったら実行行為じゃないんだから、ねえー、ある意味実行行為は危険だとそのまま放っといたら死んじゃうっていうのは当たり前の話なわけでだから実行行為なわけでしょだから危険なんだから因果関係が認めるって言っちゃったらさっきも言ったけど実行行為性があるから因果関係ありって言ってるのと同じになっちゃうわけねしかしながらですねこのの事案ではその後 甲の実行行為によって直接実現されうる死亡結果具体的な死亡結果死因というのはあくまで衰弱による死であってこれは現実に起こった脳挫傷による死とは違うんだよね。このように介在事情によって別の死因による死亡結果が発生していると、まあ、死因が変更されていると。この場合に 直接原因型だと式を早めた影響があるに過ぎないってこれは誤りということなんですね。介在事情の起用度小さいという,ふうに評価するのはできないよとを考えるるべきですとすとと先ほどの思考過程でいうと2段階目に行くわけだよね。ってことは本問はじゃあ誘発型として分析してこの実行の実行行為によってそれらの介在事情が あ誘発されたのかともたらされたと言えるのかってこういう視点で見ていくことになるわけですねもう一度これ出しますけど、ねえー、この介在事情は、ね、死因を変更してましたからこっちで分析することはできないとじゃあこっちだと、ね、介在事情によって死亡結果が発生しているということを前提にその介在事情は実行行為に、えー、起因すると言えるかどうかこういう視点で事案を見ていくことになります。 はいでまあ、その思考過程がちゃんと答案に表れていればそれで OK なんですけれども一応結論まで追ってみましょうまず、えー、○ 2丸2っていうのは、海外事情丸2は事故、タクシー事故の方ね運転手さんの過失の方ですねこれは A の死因を直接的に形成した衝突事故、はい、この原因はタクシー運転手の過失にあるということは明らかですと。 はい、そしてこれ自体は、えー、うの実行行為とは無関係に生じた事情だから、誘発された事故とは言えないよね。次、丸1、えー。これ、オツが連れ出した行為ですね。オツが A を連れ出した、家から連れ出しちゃった行為。はい、甲の実行行為が、オツによる A の連れ去り行為を誘発したと言えるだろうかと。これね、仮に、 これ仮の話ですけど仮に、乙が甲肩において衰弱した A の姿を見て一刻も早く病院に連れていかなければならないと考えて A を甲肩から連れ出したというのであれば乙の連れ去り行為は甲の実行行為によって誘発された側面が出てくるかもしれないですね。 しかし、これ問題文読み間違っちゃいけないのは、本文は違うんです。本文の事実関係は、オツは当初からこうか、こうに無断で A を連れ去ろうと考えて、こう方に侵入してた。オツが A を連れ去った時点において、オツは A の衰弱状態を全く認識すらしていないっていうことね。これ問題文読み間違っちゃいけないんですよ。ここは事実誤認があるとまずいと。 えー、一瞬、そういうふうにね、こうあオツが連れ去ったのは、A が衰弱してて、ね、A を助けなきゃと、病院連れて行かなきゃと思って焦って、ね、連れ去ったんだというふうに一瞬思ってたんだけど、そうじゃない、よくよく見読んでみると、ね、もうこれ、そもそもほら、ここに、こうに無断で A を連れ去ろうと考えて、えー、立ち入ったと、だもうこれ、もともとですね、えー、A の状態がどんな状態であろうと、花から連れ去る目的で、えー、家に侵入してきたわけですよね。 でしかもですね、タクシーを拾おうと路上の、えー、歩道上に立ち止まり、そこで A の顔を見たところ、衰弱してることに気づいたから、タクシー拾おうとした後に気づいたんですよ、A が衰弱してることに。そもそも A が衰弱してるっていうことに気づいて連れ去ったわけでもないし、さらにタクシーを拾おうとしたことも、A が衰弱してることとは全く無関係なんでね、もともとタクシー拾おうとしたんですよね。 タクシー拾おうとした時点で A が衰弱してることに気づいたで病院連れて行こうと思ったっていうふうに書いてありますけれども、えー、衰弱してることに気づいたのはタクシー拾おうとした時点とするとさオツが A を連れ去った行為っていうのはやっぱりこれはオツが勝手にというか自分で決めて自分の意思決定でそういうことをやってるわけでこうの行為から何か誘発されたっていうふうに言えないんじゃないか っていうことですね、えー、オツ自身の意思決定でもう花から連れ去る計画で家に来たわけだから「公の実行行為に何か誘発されて A を連れ去っちゃった」っていう評価はできないんじゃないかっていうことですね。 したがって、オツのセレサリ行為が、コウの実行行為に何,何らかの影響を受けたものとの評価はできないだろうと、さらに言えば、これさっき言ったけれども、ね、オツはその後、タクシーを拾うために立ち止まり、A の顔を見たところ、この時点で初めて衰弱していることに気づいたんだから、オツが交通手段としてタクシーを利用しようとしたっていう、この判断も、な、ね、何ら A の衰弱とは実は無関係,な事無関係だったんだね。 えー、A が衰弱してるからタクシー呼ぼうって思ったわけじゃなくてそことは全然無関係にタクシー呼ぼうとしていたとでタクシーを呼ぼうとして、ねえー、立ち止まった時点で A が衰弱していることに気づいたとそういうい時系列なんですよでしたがって本文においては誘発型として分析してみても海在事情が実行行為に誘発されたというふうに評価できないと海在事情の異常性が低いとは評価することは難しい。 だから結論として因果関係を肯定することはできないんじゃないかと。まあ最後に危険状況喪失型として一応検討するということになりますけど、まあ危険状況喪失型として分析してみてもやっぱり難しいだろうということが最後に書いてあります。いいですかね。ということで、このね、実際の司法試験の今論文の問題を、ね、ベースに判例の射程を意識した累計化、整理。 という学習がどういうふうに生きてくるかっていうことを、えー、皆さんにちょっと体験してもらったつもりなんですけれども、ねえー、判例の事案と本文の事案でどこが違うのかっていう点に着目できれば適切な判定が判断が分析ができるとういうことなんだよね逆にそれができないと、えー、こういう出題趣旨だとか採点実感に指摘されるような誤った不適切な分析をするそういう答案になってしまう。 何度も言うけど大阪難航事件と本門との違いは死因が,死因が変わってると直実行行為によって死因が形成されたというふうには言えないんだとここが決定的な事案の違いなんだとだから大阪難航事件と同じような評価の仕方はできないんだと、はい、これが分かるというかねこういう分析ができるっていうのがまさに判例の射程の理解ということになるんですね。 はい。まあ、一応、参考答案例みたいなものもつけておいたので、ね、えー、まあ実際の試験で、じゃあ今の試行過程をえどうやってえ答案上に表現するか、えー、論述するかっていうところは、このね、参考答案例をおまあ参考にしながらえ見ておいていただければと思いますけれども、いいですかね。まあ、あの説明したことは今、あこの答案に書いてあることは今説明した内容ですので、 はい、でまず、論文の試験、論文試験については、ね、この判例の射程を意識して分析しておくということがあ、実際の試験問題の適切な分析につながると、えー、いうことが1つあります。で今日のガイダンスのテーマは、もう1つですね、論文担当同時対策ですから、この勉強をしておくことが、実は同時に卓越試験の対策にも、えー、つながると。 えー、いうことを次検証しますでそ、えー、次のページから10ページからですけれどもここから先は択一の試験をちょっと掲載しています。はい、で、まあ、これ見てもらえばわかるけどこれしかも、えー、因果関係の 択、えー、一,一試験でね刑法の択一試験で因果関係を扱った問題っていうのは、えー、これだけじゃないんですよねまだあるんですよね、えー、全部は掲載してません全部掲載してないけどこれだけあるんですってことは非常に品質ってことですねもう毎年のように因果関係から1問出てるというふうに、えー、過去問を分析するとね分かるんだけれども で一応、その代表的な、ねえー、問題をばっと掲載しましたけれども、まあ、ほぼ毎年出てますね。で、きょうの、ね、ガイダンスのテーマであるうその、ね、その判例の射程を意識して分析しておくことが、論文と択一、担当の両方、ね、同時並行対策になるんだということをちょっと検証していきたいんですけれども、なので、全部見ませんけれどもね、時間的にも。えー、例えば平成19年 この平成19年の問題から見ていこうと思うんですけれども、えっと今日扱った論点は、行為後の介在事情だから、行為後の介在事情が問題となっている足ですね、選択肢を中心に見ていくけど、まず5番の選択肢見てください、5番ちょっとこれ、パッと読んでみて、皆さんどう判定しますか。 えっと、着目すべきところはもうあらかじめ、この今画面に映している方では、ラインを引いちゃってますけど、マーカーを引いちゃってますけど。5番の選択肢。これさ、見てみると、こうが自動車を運転中、自動車に乗った部位を跳ね飛ばして、自動車の屋根に跳ね上げ、意識を喪失させたが、部位に気づかれないまま、自動車の運転を続けるうち、 自動車の同乗者が部位に気づき走行中の自動車の屋根から部位を引きずり下ろして路上に転落させたってここまで見ると、ね、もうこれだから刑法の学習を一通りした人はさああの判例だってなるわけでしょ先ほど見ましたよねとえー、っとえっと,、えーっと 3ページ、だこれかページ米兵ひき逃げ事件。先ほどこれ見ましたよね。事案同じじゃないですか。ね、同乗者が、ね、引きずり下ろしたと。はい、で、は米兵ひき逃げ事件は、あこれ、因果関係否定してたなと。あじゃあ、この選択肢も因果関係否定なんだと、ねえー。因果関係を肯定することは、えー、因果関係を肯定することはできないと。はい あ,あ、えー、できない。だからいいのか。うん。で、これはね、えー、この、えー、米兵ひき逃げ事件の事案と同じなんだなっていうことに気づけば、まあ、それでいいんだけれども、ね、えー、ここか。部位の死因である、ごめんなさい。えっ、ー、と、米兵ひき逃げ事件と同じなんだなっていうふうに気づくためには、もうワンステップありましたね。ごめんなさい。もうワンステップありました。部位の死因である、 えー、障害が、自動車の、との衝突の際に生じたものか、路上へ転落した際に生じたものかは、不明であった。ここですね。えー、私自分で線引いてて、今全然言及しないで、思、え、考、ー、過程1個飛ばして結論言っちゃいましたけど、不明であった。ここが、このね、弁兵ひき逃げ事件の、ね、えー、事案の特徴だったと言いました。いいよね。だから、これは弁兵ひき逃げ事件の事案の特徴を捉えていると、 あ同じだっていうことに気づいて因果関係を肯定することはできないっていう結論に丸がつくとはいよろしいですかでえー、ちょっとこんがらがるのがねえー、ちょっとこんがらがるのが何ページだったかなえっ、ー、とあ次のページか。 これ見てください。11ページ、あ次のまさに平成21年の問題だけど、11ページの選択肢5、これ、皆さん見てください。平成21年の選択肢5ね。これはどう判定しますか やっぱり同じじに見えるじゃないですか、えー、事故の運転する自動車を不注意により、ね、歩行者オツに衝突させ、同人にそのののまま放置すすれば死亡るる危険のある、えー、頭蓋内出血の障害を負わせたと衝突によりオツは車の自動車の屋根の上に跳ね上げられたが、こうはそれに気づかないまま自動車を走行させていたところ助手席に乗車していた兵が間もなく屋根の上にいたおつに気づき、道人を屋根の上から引きずり下ろして転落させたと、これ事案としてはだから米兵ひき逃げ事件と同じでしょ。 あじゃあ因果関係否定かと因果関係否定した判例だよねということで、はい、これは因果関係が認められないっていうふうに考えると実は引っかかるんですよねその後オツはその衝撃で前期障害が悪化したことが原因で死亡したこっちは死因が特定されているわけです。 えと先ほどの問題とちょっと見比べてね先ほどの平成19年の第12問こちらは、ね、死因は死因である障害は、ね、ど,っちかどっちで生じたのか不明であったとはいだからこの2つの問題を読み比べてで これを映せばよかったんですね。ごめんなさい。ちょっと手順を間違えました。はい。そこでやっぱり米兵ひき逃げ事件の事案の特徴をきちんと押さえていないと引っかかっちゃうっていうことだったんですよ。米兵ひき逃げ事件は、ね、こう事案としてはだからその同乗者が屋根の上から引きずり下ろしたっていうことなんだけれども、ね、引きずり下ろしたっていう開催事情だから、だから因果関係が否定されたっていう話では実はなくて、死因が特定できなかったと。死因がどっちなのか確定できなかったと。 ここに事案のポイントがあるんだというふうに先ほど言った死因が確定できないんだっていうことであれば因果関係認められないでいいんだけれどもところがこっち平成21年の過去問の方は実はじねえ改事情を全く同じ介在事情にした上で死因特定してるんですよそうするとさオツはその衝撃で前期障害が悪化したことが原因で死亡した前期障害が悪化して死亡してるとなると ね、そもそもの障害が死因だったっていうことになるわけだよね直接の原因は直接の死因はそもそもの実行行為によってもたらされた障害だったってことになるんだよねつまり全く同じ実行行為で全く同じ介在事情で問題作ってるんだけど 一つ事情をこうやっってて変えるるだけで結論逆になっているこの問題は一見米兵ひき逃げ事件に見せかけて実は大阪難航事件なんですよ。いいよねすなわちこれ直接原因型なんですよね。やっぱりここもだから判例の特徴と射程をしっかりと頭の中で整理して、ね、事案の特徴がどこにあったのかということを 押さえておかないと引っかかってしまうということになるんだと思います。逆に言うとそれができていればすぐに判断できるし見抜ける。いいよね。だからこの選択肢としてはだから因果関係が認められるになるんだよね。 いいで,すかで、えー、ちょっと遡って一個一個見ていくけど、10ページ戻ります、ちょっと前後して申し訳ないね、平成21年の問題は、こういう後の介在事情が生じた事案の選択肢はもう少しあったので、えー、と2番見てみますか、2番、選択肢2。 これもいいよね。放置すれば死亡する危険のある頭部外傷と。はい。これが行為の危険ですね。行為の危険。じゃあ結果、具体的な結果は何なのか。前期障害が原因で死亡。いいですかだからね、先ほどの論文の出題趣旨とか採点実感に書いてあったように、危険と結果を具体的に捉えることができれば、 評価でできるじゃないですか放置すれば死亡する危険のある頭部外傷、はい、この障害が原因で死亡ということだからこれ直接原因型でしょ。因果関係は肯定できるわけだよね。 まあこの3番の選択肢が実はえと今日言及しなかった危険状況喪失型でこれはねこの事案がそのまんま何度も何度も繰り返し出題されているので一応まあ見といてねまる危険状況喪失型でまあ危険っていうマークにしとくけど。 <laughs> この判例はそのまんま出てますね、その判例の事案、そのまんま毎年出てるから、まあ、これが出たらすぐに気付けるようにっていう意味で、一応ね、言及はしておきますけど、まあ、ちょっとあの説明は今日しなかったので、これ3つ目の類型ですけど、さあ、これに対しての、選択肢4番ちょっと見てください。どうですか 放置,すれば危険放置すれば死亡する危険のある、えー、頭蓋内出血の障害肺これが行為の危険を具体的に捉えた部分だよねじゃあ結果を具体的に捉えると火災が原因で焼死つながってないですよねこれ行為の危険は、ねえー、頭蓋内出血でしょで死因は焼死でしょ死因が変わってますね 死因が変わってるんだったら二段階目の判断だったじゃあ介在事情を誘発したんだろうかというふうに見ていくとどうでしょうおつは病院において治療を受けたがなお死亡する危険のある状態だったところ入院中に何者かが病院に放火しこれにより発生した火災が原因で消死したうん、何者かの放火っていうのは、ね、やはりもともとの実行行為に誘発された事情ではないよね 誰かが放火したか誰か誰が勝手に放火したってこれ実行行為とは無関係な事情だよね。そうすると誘発されてないでしょってことはこれは因果関係認められないんでいいですか今どういう思考過程をしたかというとさっきのね選択肢の2番の方は 死因が同じなんですよね死因形成、はい、死因形成してるからだから直接原因型だと。介在事情は大した,事情し大した影響力を与えた事情じゃないと、寄与度が低いとそういう評価ができるんですよ。ところが、こっちは死因が違うっていうことだ、ね、死因が違う 死因が違ったら、じゃあそのね、えー、介在事情、まあ介在事情が決定的な原因で死亡結果が発生しているということになるから、じゃあその介在事情を誘発したと言えるか、誘発しましたかっていうことを検討したわけ。この思考過程を使ったわけです。で、検討してみたところ、これ誘発したとは言えねえなと、全然無関係な事情じゃの事情だなということであれば。 因果関係認められないよと。いいですか、だからさっき5番も同じような思考過程をしたってことね、放置すれば死亡する危険のある頭蓋内出血の障害、これが行為の危険で、死因はこの障害が悪化したことが原因で死亡だから、死因形成と。死因が同じ。 直接原因かと介と在事情は大した影響じゃないとはい、えー、この判例の類型化とか射程が適切に分析できていればすべ、ね、ての足を、ね、的確に判定できるでしょ平成23年見てみましょうかまあここから先は同じことやるだけなので、えーまあ、時間の許す限りちょっと見ていってもいいですけれどもえー あ選択肢「あ」はねこれは判例と全く同じ事案で誘発型なのでちょっとこれは見ておいてください判例と全く同じ事案で、えー、割と気づきやすいものについてはもう見ておくだけでいいかなと思いますのでこれ判例丸2だな今日のレジュメでいうとこの判例丸2の音と同じ事案ですね 次、選択肢、E 見てください。部位の顔面を殴打した、これが行為の危険ですね。殴打すると、まあ、怪我を負わせる危険はあるでしょう。ところが、ですね、その後、見ていってください。え、ツが通りがかり、意識を失っている部位の腹部を多数回を出して、多数回足で蹴ったところ、 オツの膀胱で生じた内臓出血により死亡いいよね「甲の膀胱じゃなくて「おつの膀胱で生じた出血により死亡だから死因違うわけだよね死因が違うんだったらじゃあ介在事情を誘発したと言えるのか誘発したと言えるのかを検討するとどうですか やはりこれは、ねえー、日頃から恨みを持ってたオツが通りがかり意識を失ってる部位を蹴ったつんだからこれは関係ないよねということだよ、ね、オツが自分で意思決定をしてね、えー、自らの意思決定でこういう暴行に及んでるんだからこ、ね、うの暴行に誘発されたという関係はないでしょうとだからこれは因果関係がないと。 いうことになりますよね、えー、これ認められる場合には1を認められない場合には2をだから「えー、あ」は1だけど「い」は2になるのか同じように分析してみてください「うも」もねえー、顔を平手で1回を出したとはい でところが、ねえー、死因は全身打撲による死亡だから死因が違う。ねえー、同じメモ入れるだけだけど死因違うと。一回顔を平手で殴打ーーするとなんで全身打撲で死ぬんだって話で死因全然違ってますよね。じゃあ誘発はってことなわけです。 でこれは、ね、判例の事案を少し変えているので、やはりその、ね、判例の射程をしっかり意識して捉えておかないと引っかかっちゃうかもしれない、あの例の高速道路に入っていったっていう事情とちょっと似てるんですよね、先ほど見た判例で、ね、高速道路に入っていったら事故に遭って死亡してしまったっていう判例がありましたけれども。 はい、ところが、ね、決定的に違う点ですよ、えー、と4ページの判例04か、かこれね、高速道路に入って行ってし、えー、交通事故で死亡してしまったけど、この事案は、先ほども言ったけれども、ね、長時間激しくかつ必要な暴行を加えたから、しかもそのマンションのみ、えー、居室内という密室の中で、ねえー、こういう暴行を加えたから、そっから逃げようとして、とっさに逃げる過程で入っていっちゃったっていう話なんでしょだから 暴行に起因してるんだと、高速道路に入っていったことは実行行為に誘発されてるんだってことが言えるんだけれども、それに比べてこの選択肢はどうですか。一回平手で王出しただけと、はい、やはりですねこれは勝手に入ってったっていう話だよね。バス停の停留所に高速道路の本線を横断したっていうのはこうせざるを得なかったっていう感じではないでしょ。暴行か被告人の暴行から逃れるために え向こうバス停、高速バスの停留所に、ね、な、え、ん、ー、としてでも今すぐに逃げていかなきゃいけないっていう状況で、向こうに渡っていった、そしたら事故を起こしちゃったって、そういう状況であれば誘発されてるんでしょうけど、これは一、ねえー、回平手で殴打ーーされたら腹を立てて、もう一人で帰るって言って、ね、こ自分の意思決定でやっぱりそういうことをしてるだけですよね、だからやっぱりこれは誘発されたとかね、実行行行為に起因するっていうのは言えないだろうと。 え先ほどの判例との事案の違いもともとの実行行為の危険性が全然違うと、はい、そこを抑えられれば、ねえー、因果関係が認められないかなと誘発さ,されたとは言えないかなという判断ができると思いますで絵はこれ、えー、と先ほど来何度も言うように危険状況喪失型は判例1個だけあるんだけれどもそのまんま出るから これはこの事案が出たらもうすぐに気づけるようにということで一応メモだけね危険状況喪失型っていうマークだけ入れておきますこの事案がそのまんま足でこういうふうに出てそれで毎年のように聞かれるのでここはもう知っておいてください次「お」だけれどもねはいこれは同じように見ていこうか重篤な頸部血管損傷等の障害を負わせたこれが行為の危険でしょえ死亡結果は当初の障害の悪化による 脳機能障害による死亡だからこれはまさしく死因形成ですね死因形成なので直接原因がと、ね、医師の指示に従わず安静に努めなかったっていう判例のあの事情と同じってことだよねそういう介在事情があったとしても当初の 実行行為によって死因が形成されている以上は直接原因型として因果関係が肯定されると、はいまあ、もう少し見ていこうか24年これはですねこういう問題もあるんだよっていうことの紹介で一応載せておきましたこれはもうまさに判例先ほどの判例そのまんまっていうね判例丸四かなあの例の高速道路に入ってあさっき見たやつだ 長時間にわたって激しい暴行を加えたところ、高速道路に侵入してしまったと。ね、えー、高速道路に侵入した後、これが海在事情だったね。 はい、だからこう判例の理解そのものを問うという問題、判例もそのね、事案を知っていて、でこの判例に照らして考えると、どういうことが言えるんだっていうことそのものを聞くっていう、そういう択一の試験の問題もあるわけですよ。26年も同じです、次にね。これもだから先ほどの、えー、見た判例の,あの夜間潜水事件ですね、これ、判例丸3か、判例丸3がそのまんま。 3丸三とメモ入れましたけど、そのまんま出題されてますね。えー、と実行行為は、えーと、指導補助者と受講生を見失ったっ、これでしたね、見失ったとっいう過失でした。 はい。そして、その間ね、え、指導補助者とか受講生にまあ、た再び水中移動を指示したとか、この辺がね、その不適切な行動があったんだと。まあそういうことが原因、これは開催事情だな。こういうことが原因で、え、そのままね、え、空気使い果たして溺死してしまったと。はい。そういう事案でしたね。これも判例の事案そのまんま聞いてます。 次、平成27年、まあ、これも同じように見ていけばいいですけれども、えー、頭部を平手であ、まあ、選択肢あるね。頭部を平手で1回を打したこれが行為の危険そして結果具体的な結果内臓破裂による死亡、ね、死因が違うよね死因が違うじゃあ誘発はってことです。 死因、えー、が違う誘発しましたかってこの例の思考パターンでいくと,ということですね。そして見たところあえて遮断機が降りていた踏切に入ったって言ってますかあえてっつってますからこれは完全に自分の意思決定でやってるっていうことだよね。自分の意思決定で、えー、踏切に入ってっちゃったから。 だから死亡結果が発生ししたとういうう意味でしょうだからこれは誘発,誘発していないということになるので2番と因果関係は認められないと次選択肢 E 見てください頭部や腹部を木頭で多数回殴打したところ、えーまあ、腹部とか頭部を 木刀で殴打ーーすると、えー、脳挫滅が生じるかというと殴打、まあ、ーーだから脳挫滅っていうのはありえるんだろうけれどもただのあ頭この脳挫滅を与えるような、えー、この攻撃だったっていうふうにはなってないのでこれはやはり死因は違うんだよねこれやっぱ飛び降りて転落したことで頭を打って脳挫傷なんだよねだからこれ死因は違うと、えー、少し具,具体的に分析すると死因が違うということになると。 じゃあ誘発はってことです。して見てみると、これはどうですか、このままでは殺されてしまうと思い、その隙を見て逃走することを決意し、ねえー、マンションの,このベランダに飛び移ろうとして、転落したっていうことだから、これは自分の意思決定で飛んだというよりは、もうそうせざるを得なかったと。ねえー、この実行行為によって、そういう状況に追い込まれて、 えー、飛び降りざるを得なかったとそしたら頭を打って死亡してしまったこれは誘発ありでしょうねですからこれは誘発型として因果関係を肯定できる1番次絵見てみましょうか頭部を 木刀で数回王だし直ちに治療しなければ数時間後には死亡するほどの脳出血を伴う障害を負わせ非常に危険な実行行為だっていうことが具体的に書いてあるねそして死亡結果は当初の脳出血が悪化し死期が早まってだからこれはもう、えー、大阪難航事件そのまんまっていうふうに見ていいのかな直接原因型死因が同じ死因形成 次平成28年見てください。選択肢3番見てください。はい、行為の危険はこれですね。頸部を包丁で刺すっていう行為です。具体的な結果は、同、えー、思想に基づく血液循環障害による脳機能障害により死亡。もうこれはもう直接的に原因だっていうのが1行目で書いてあるからね。えー、実はその下三行読まなくても答えが出るってことなんだよね。 この瞬間に直接原因型として判断ができるとっていうことなんだよね。あと、この年、4番、えー、これ、危険状況喪失型なので、えー、一応メモを入れておきます。これ、このまんま出るでしょ、危険状況喪失型はもうこれだけ知っておけばいいから、この事案だけ知っておけばいいので、いいですね、因果関係がないが×ってことね、これは、この4番は。 はい。ということで、まあ、えっ、ー、と、今、このね、えー、確率の過去問を、えっ、ー、と、年代順にずーっと、えー、検証していったわけだけれども、やはりですね、この行為後の介在事情っていうね、まあ、非常に有名な論点で、受験生も,もね、えー、論文用に、論文用のね、知識として、えー、対策結構してるところではありますけれども、 ただですね、その判例の文言だとか判事をですね、表面上なぞってこう理解したっていうような感じになってるだけじゃなくて、そこ一歩進んで、判例の事案の特徴、どこがポイントだったのかと、どこが分岐点なのかと、判断のターニングポイントはどこにあるのかということをしっかり一個一個押さえて、類型化する、整理していくっていう勉強が進んでいると、はい。 1>, 1ページ目のタイトルに戻りますけどこの判例の射程を意識した学習が進められていると論文の対策としても担当の対策としても、えー、同時並行的に有効な対策というか有効な学習になっているとこういうことが検証できたんじゃないかなというふうに思います。 はい。ということで、まあ、あの、各科目にこれ共通する要素があるんですけれども、えー、今の段階でね、この来年度の担当論文ね、えー、合格に向けて、ね、えー、今の段階で学習する際に意識すべきことということを少しね、このガイダンスで、え、感じ取って体験していただければというふうに思います。で、その先は、先ほども一番最初に言いましたけど、論文も担当も、その先は、各試験対策としてのプロパーな部分があるので、論文の プロパーな部分く磨のプロパーな部分、はい、そこはその各試験の直前期にやはり、えー、重点的にというかね、学習するということになる、だから今の時期は各科目、今日このガイダンスで説明したような学習を心がけるということで、えー、論文と担当の同時並行対策になるんだろうというふうに思います、はいえー。そしたら時間が来ましたので、今日のガイダンスとしてはこれでおしまいにしたいと思います。お疲れ様でした